なあ、ひったくりしたんだろ。いい加減認めろって。だから俺じゃねえって。ちょっとトイレ行ってくるわ。その間に頭冷やしとくんだな。あ、山杉。はい。ごめん、ちょっと今行ける？え、なんすか今。あ、ごめん、はい、トイレ行ってくる。ちょっと取り調べ室ちょっとお願いしてもいい？取り調べ室？え、なんすか、うん、何？あ、もう一押しでいけそうだから。何のやつ？え、とりあえず入って繋いでおいて。とりあえずお願い。やば、何のやつなんだこれ。舐められたら終わりだから。おい。ん？誰お前。まあもうとりあえず認めたらどうだ。だから俺やってないって。いや、お前がやったんだろ。証拠あんのか？証拠。お前がやったんだろ。やってないって言って。お前がやったんだろ。やってないって。お前がやったろ。やったよな。やってないって。やった。悪いことしただろ。やってはいけないことしただろ。してないって。してるだろ。お前のせいで傷ついてるやつがいるから。傷？ああ、怪我どころじゃ済まないかもしれない。もう意識がないかもしれないぞ、お前のせいで。いや、やってないけど、うん、怪我とかはしてるわけないだろ。怪我とかはしてるわけないのか。うん、そうだな。は、まあ、怪我って言っても、あの心の怪我とかそういう、ああいうの含まれるから。じゃあ意識がないってなんだよ。意識もある系だよな。ある系ってなんだよ。意識ある系の罪だよな、お前。だからまあ、その意識っていうのも犯人のことをその意識してたかとか、そういう意味のやつだからさ。お前、まあ、あれだろ、知らないだろ。あんまよく分かってないだろ、お前事件のこと知らない。いや、分かった。え、お前がやったんだろ。やってないって。お前がやったんだろ。何、え、やってないよ。お前がやったんだろ、認めろ。やってないから俺。認めろ。逃げたんだろ。逃げた系だよな。逃げた系ってなんだよ。逃げた？に、は？逃げてない。逃げてないのか。知らないだろ、お前事件のことは。どっちだ。まあ、お袋見たらどう思う、これ。ん、お袋見たら、これたくさんの人に迷惑かけて。たくさんの人には迷惑かけてないだろ。え、たくさんには迷惑かけてない。うん、いや、だからたくさんっていうのは、その警察とかももろもろその関係各位含めいろいろたくさんってことだから。大体そうだろう。お袋泣くぞ、認めろ。そればっかり。認めろ。アリバイはあるのか。じゃあいつのだよ。え、いつのアリバイだよ。何日のアリバイだよ。あれ、それはお前、今月だよ。広すぎるだろう。今月の聞いたことない。今月のアリバイ聞くやつ。今月時間帯だよ、時間帯。いつの時間帯のこと聞いてんだよ。時間帯、暗めの時間帯。広すぎるだろう。いや、だいたい絞られてくるだろう、お前。言えよ。やってないけど。はい。朝とかだったし。朝だよな。お前今暗めの時間帯って言っただろ。天気によっては朝でも暗いからな。曇りの日の朝とは暗いし。怖いよ、こいつ。じゃあ事件はどこで起きたんだよ。え？それお前が知ってるだろう。お前が言えよ。お前が言えよ。お前が言えよ。言ってみろ、言ってみろ。お前が言えよ。お前が言えよって。お前が言えよ。お前から先に言えよ。俺か？うん。俺は分かってるけどな。お前じゃ言えよ。その人通りが多い、あの時間帯によっては人通りが多い。大体そうだろう。何言ってんの。静かな時もあるし。時間帯によってはとか言ったら。お前がやったんだろ。うるせえよ、お前。そればっかりよ。カツ丼食うか。言いたいだけだろ。カツ丼食うか。カツ丼食うほどのことしてねえよ俺。大盛りでいいか。いい加減認めろよ。気持ち悪くなってきたわ。お袋泣いてるぞ。早く認めろ。俺が銀行強盗したよ。お前が銀行強盗したな。うん、そうだよな。嘘だよ。嘘。お前知らないだろ本当に。え、なんでしてねえよ。俺銀行強盗なんて。なんで嘘ついたの。え、は、なんで嘘ついたの。いや、お前がその会ってるふりするから鎌かけたんだよ。まあ俺は騙したのか。うん、お前騙したのか俺を。公務執行妨害。は、何言ってんの。嘘ついたな、よくない。は、今のも犯罪。それ100年以下の罰金。そ、もう、は、とにかく、うん、もう顔も見られてるわけだから、証拠は揃ってるはずだから。いや、映るわけねえだろ。え、映ってんだよ。いや、俺メットかぶってたから。フルフェイス。お前ほんと知らないんだな。フルフェイス。うん、かぶってたの。かぶってた。え、じゃあバイク乗ってたってこと。バイク乗ってたってことは、スピード違反。スピード違反で逮捕。ひったくりだよ。あ、認めた。